皆様大変長らくお待たせいたしました。暗黒武術会ただいまより開催いたします。はい、実況させていただいておりますシュロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、プレイステーション2ね、もう本当ね、久しぶりの、自分の部屋からのね、自分の部屋からお送りしてます。いつも実況部屋でね、アナログテレビを使って実況部屋からお送りしてますけどもね、今日はね、久しぶりに自分の部屋のね、地デジのね、デジタルテレビからね、お送りしていこういきますのでね、よろしくお願いします。見ての通りね、こちら、格闘ゲームになってますね。対戦格闘ゲームです。悠々白書、死闘暗黒武術界 120% フルパワーというね、ゲームですね。まあ、2D 格闘みたいな感じですね。これね、システム的にはね。こちらをね、今日やっていきます。はい。皆様、頑張ってください。伊達にあの世は見てねえぜ。じゃあちょっとアクションモードはどうなってたっけな、これ。フーリー、どうしてどうして。これコンピューターの強さ、ああ、そういうことか。これぐらいかな。うん、ラウンド数1回でいいか。1回でも、1回の方がね、いろいろ見れるからね。で、あとはいいかな。うん、バーダスモードやってみましょうかね。じゃあこれで、はい、じゃあこれでいきますね。この対戦モードでちょっとやっていこうかなと思ってます。はい、そうですね。ね、ここ、まあ出てくるキャラクターはね、これね、まあ、これもっといるんですよ、本当はね。本当はもっといるんですけど、まあこれは最初から使えるキャラクターです、ほとんどね。うん。あら、そうか、時間か。時間で決められてんのか、これ。もうちょっとゆっくり決めさせてくれへんかなと思うけどな。キャンセルできないの、これ。潜水なんて、やったことないけど。手にあの世は見てねえぜ。これ、ユースケの声ね、最近ね、補声優さんが出した声なんで、ちょっと違いますよね、やっぱ声はね。手加減が無用ですよ。うん。なかなかの強さというか、楽しみだ。ちょっとあれよ。あれ？あ、そう、ここでね。これやな。伊達にあの世は見てねえぜ。フーリー、どうしてどうして。バヤーン。まあね、これ結構まあいろんなキャラね、いるんですけどね。こんな感じでいろんなキャラ使えるんですよ。うん、まあ、とりあえず僕はこれでいきます。相手どうしようかな。相手あと4秒しかないや。じゃあこれでいいや。スザクでかっこいいから。
手にあの世は見てねえぜ。これもうね、完全にあの通で格闘のね、あれですからね、戦いのあの感じは安らかな眠りにつかせてやろう。準備はできたか。いいか。あ、そう、食らった。ちょっと。あ、強いぞ。あ、いけそう。よし、倒した。よっしゃ、絶好調。ラベスでした、勝利です。レーガン、連射もあるんやな。波動拳、GPK。キャラクター変更。桑原。桑原選手。じゃあトグロやってみよう。トグロ弟選手。まあね、いろんな会場ありますね。これこれで行こうか。にあの世は見てねえぜ。あ、なかなかね。あ、まあ、波動拳コマンド多いな。全開でいくぜ。アイナガラウンド始め。あら、うっうっうっあら、倒した。ちょっと本気出しゃこんなもんいいな。桑原選手の勝利です。見てねえぜ。ひえか。なかなかの強さというか楽しみだ。手加減はできない。気の毒だ。アイナガラウンド始め。おお。ああ、やられた。半端な動きだ。基本から勉強し直した方がいい。潜水選手の勝利です。こいつ
ぱ小山使った場合はあれやもんな、戦わないね、こいつ自ら戦わない、確か早乙女が戦うんですよ、代わりに、確かね、確かそうやったと思う。にあの世は見てねえぜ。あの鬼の早乙女がね、代わりに戦うんだったと思いますよ、コエンマ選ぶとね。どうやらわしの出番のようだな。慣れ合いよりも刺激をですか。ファイナルラウンド。あ、戦うんや、自ら始め。どんな戦い方や。やるな。なるほど。メニュー画面に戻る。伊達にあの世は見てねえぜ。目障りなやつめ、ぶち殺すよ。この勝負負けらんねえぜ。声優若本さんやね。そういえばそうやったな。始め。お強い。ああ強い。お一発で倒した。早い。まあね、ドラゴンボールでいうベジータみたいなもんですからね、ヒエはね。伊達にあの世は見てねえぜ。まあね、ちょっとローティングに時間かかるな。手加減は手加減。ロコスで。速攻ぶっ倒す。ファイナルラウンド始め。これだけでいけんちゃうの。背低いからな、当たりにくいねんな。なんかフェイントレーガンみたいなのあるんだ。あ、倒した。はいはい。よっしゃ、絶好調。ラメ選手の勝利です。うん。ねえ、こいつもね、インパクトありましたね。伊達にあの世は見てねえぜ。どうやって苦しめていきましょうか。準備はできたか。行くぜ。うん。こいつもいけんちゃうな、レーガン。よし、特大レーナガン。第2ラウンドあんの？うん、連打や。連打。よし、いった。え、まだあんの？いつの間に3ラウンド制になってんの？このフェイントみたいなのいらんねんけどな。余裕やった。やっぱな、スザクかっけえな。敵にしとくのもったいないぐらいやな。この時しか出てこないのがもったいないわ。伊達にあの世は見てねえぜ。うん。半ばにしてあげてもよかったんじゃないかなって思うぐらいかっこいいね。
これが四聖獣リーダーの巣だ。さあ、楽しませてくれ。この勝負、負けらんねえぜ。第一ラウンド、始め。一回勝った。そうか、出ないときはパワーがないってことやな、レーガン。フェイントじゃないんやな、これ出ないってことや。やばいやばい、やられる。あぶねえ。よっしゃ、絶好調。ラベ選手の勝利です。腕が鳴るね。全開でいくぜ。第一ラウンド、はじめ。勝やったな。そんな感じやな。勝手にあの世は見てねえぜ。雑魚妖怪を倒すか。殺してやる。私の勝負とはいい度胸じゃないか。間のラウンド、はじめ。雑魚 A。 雑魚 A か。あれ、なかなかやるな。あ、余裕やった。これでも手加減したんだけどね。天体選手の勝利です。伊達にあの世は見てねえぜ。これ一人ずつ出てくんの妖怪。一人ずつかいな。どっからでもかかってきな。間のラウンド、はじめ。弱いわ。修行が足りんな。天体選手の勝利です。伊達にあの世は見てねえぜ。雑魚妖怪一人ずつか。まとめて出てくればいいのにな。帰ってめんどくさいよ、これ。いいかもだぜ。あたしと勝負とはいい度胸じゃないか。アイドルラウンド、はじめ。ほうほう、連打できた。
これでも手加減したんだけどね、うん、だいぶ手加減してると思うよ、うん、伊達にあの世は見てねえぜ。これ格闘の難易度はそんなに高くないな、このゲームな、うん、まだいいのかい、まだいるんかい。戦い方を教えてやるよ。うわ、いや、ちょっと待って、こいつちょっと強いぞ。そうか、霊感出ないからな、もうこれでいいだ、うん、これでも手加減したんだけどね。天体選手の勝利です。伊達にあの世は見てねえぜ。まだいるんか。開けたら山籠もり1ヶ月だよ。間のラウンド始め。いや、これでも手加減したんだけどね。天体選手の勝利です。伊達にあの世は見てねえぜ。まだ4回。ああ、どっからでもかかってきな。はい、終わり。修行が足りんな。天体選手の勝利です。伊達にあの世は見てねえぜ。あかん。あかん。強い。よっしゃ、倒した。危なかった。にあの世は見てねえぜ。俺の席を見極められるか。うん、声優はやっぱり若本さんよ。始めようぜ。ドラゴンボールのね、セルの声やってた人ですよ、若本さんってね。惜しい。
消えろ。強かったな、なかなか。伊達にあの世は見てねえぜ。貴様は確実に倒す。あ、技が出ないな、おい。技が出ないぞ。なんとか。いろんな技あるんですけどね。あ、ジンもか。連続やな、これ。伊達にあの世は見てねえぜ。どっちがいい傘持ってるか勝負だべ。やっぱユウスケ一番使いやすいかもしれないな。あー、そう、当たらんかった。あー、強い。ジン強い。あー、ジン強いわ。よしよし。やばいやばい。あー、やられた。惜しいな、もうちょっとやったらいいな。初めて負けたね、敵の。うわ、強いぞ、この陣。あ、出ない、出ない。よっしゃー、よかった。これね、このパンチとかで戦うところはもう完全にあれやね、鉄拳とかバーチャファイターの感覚に近いね。
助かった。よっしゃ、絶好調。もう強かった。そうね、オンジーというのはね、美しき的岡鈴木なんですよね、正体がね、うん、伊達にあの世は見てねえぜ。手合わせでしょ。どっからでもかかってきな。大シラムだ。始め。フリア。いいな。いや、行こうだ。いいな。じゃ逮捕。いいな。おお、強い。あ、そうか。ヒットポイント少ないのか、限界。だから強いんや。あ、出ない、出ない。もうこれでやるしかないよ、パンチで、うん、出ないから。よし、分かった。うわ、強い、やばい。あー、やられた。うわ、やばい、強いぞこいつは。うわ、やばい。うわ、強い、負けた。これどうなるんやろうな、負けたら。あ、どうなるのか。一応コンティニューみたいな感じや。負けたら山登り1ヶ月だよ。大危なかった。おお、危ねえ。やばいやばいやばい。ああ、強い、やばい。ああ、やられた。うわ、やばい。ああ、やばい。あぶねえ、やっとかった。なると難易度上がってますね。うん。ほほほ、かかってくるがよい。負けたら山桃へ1ヶ月だよ。おんじいな。3回つのが多すぎるな、これ。勝たなあかんのが。よし、勝った。
これ勝てないはずやけどな。原作ではこれ勝てないんで伊す達よ。にあの世は見てねえぜ。で、玄海殺されるんですけどね。だから、これは勝てない。でも、勝利せよって書いてあるから勝たなあかんのか。何年ぶりかね、血が騒ぐの。ああ、どっからでもかかってきな。第一ラウンド。うわ、一言目超少ない。これは勝てないやろ、絶対。いや、もうレーガン持てないやん、あんまりから。必殺技ゲージもほとんどないやん。うわ、これは勝てないわ。厳しいわ、これ。おお、勝てた。でも3回も勝たなあかんのやな。きついな。うわ、そりゃそうやわ。ほら、無理やわ。これはでもね、弱った状態の。伊達にあの世は見てねえぜ。戦うわけではないからいけそうな気がするな。手加減なら無用だ。手加減なら無用ですよ。だからこれクラマーな、操作しづらいねんな。慣れてないからまだ。うお、強い。ああ、やられた。惜しいな。あ、よくなかった。うお、あ、よけた、あ、よけた。やばいやばいやばい。うわ、強い。倒した、危ねえ。足止め役にしても力量です。クラマ選手が勝利です。腕試しといても、精一杯やらんと勝てまへんで、ヒエ。まあ、素早さはあるからな。攻撃は早くできるはずやからな。やばいやばい、強い。もう攻撃力あるな、こいつ。さすがに。やばい。あかんな。ヒエは攻撃力弱いから、その代わり素早いけど。Thank you.
よし。3回は多いよな。3回倒すっていうのはちょっと多いな。伊達にあの世は見てねえぜ。見せてお前の真の力。さあ始めようぜ。やばいやばい。強いなやっぱり。おお危ねえ。あ、こいつパンチでいけんじゃん。多分ね、トコロ 100% もね、出てくると思うから。こいつはちょっと弱めになってるのかな。もう今の 100% やったよね、なんか結構。最後のラウンド強くなってるな。よし倒した。よっしゃ絶好調。強いかもな。伊達にあの世は見てねえぜ。お前は俺の期待に応えてくれず。さあ始めようぜ。あ、これは1回でいいんや。これは1回勝てばいいのか。少ないやその代わり、こっちが。あ、出なくなった。ああやられた。力を出せたのは初めてだ。心地の良い緊迫感。さあ始めようぜ。アイナガラスト始め。うお強い。やっぱ強いわ。うわあんだけしか減らへんの。それでもうわ強いわ。今までの敵とは違う。さあ始めようぜ。アイナガラスト始め。
なんか技出ない。この力を出せたのは初めてだ。トグロー・トート選手の勝利です。お前は俺の期待に応えてくれる。この勝負負けらんねえぜ。ファイナルラウンド始め。やばい。あかん。すべてなのだ。トグロー・トート選手の勝利です。心地の良い緊迫感。さあ始めようぜ。ファイナルラウンド始め。おれじゃあおれほら出ない技が。やばい。あかん。強いわ。トグロー・トート選手の勝利です。心地の良い緊迫感。準備はできた。あか、当たってない。あか。あか。こんな強いなこいつは。出ないな。あ、やばい。あんな全然減らへんな。レーコンやってる。あかん。ラスボスでもないのにめっちゃ強いなこれ。ああいう全部避けられた。あかん、避けられた。あかんな、勝てんなこれ。うわ、パーフェクトやこれ。初めてだ。トグロー・トート選手の勝利です。お前は俺の期待に応えて。たった1回勝つだけやのに勝てんな。てめえは速攻ぶっ倒す。ファイナルラウンド始め。あかん。あー、もういきなりダメージ受けてる。受けるのもうまいしな。あかん。これこそが全てなのだ。トグロー・トート選手の勝利です。
張はしてないようだね。この勝負負けらんねえぜ。アイナのラウンド始め。これよよよよこんな力を出せたのは初めてだ。トグロ弟選手の勝利です。お前は俺の期待に応えてくれる。よとくてめえも速攻ぶっ倒す。アイナのラウンド始め。うわ、やばいわ、あーくそ、あかんな。嘘が全てなのだ。トグロ弟選手の勝利です。ちょっとダメですねこれね、勝てませんね、何回やっても同じですわ。はい、これで終わら